じめまして、ランニングコーチの真鍋美代です。よろしくお願いします。倉留佳代子です。よろしくお願いします。倉留さん、よろしくお願いします。倉留さんの今のランニング の、はい、あのマラソンの自己ベストとかってどれぐらいになりますか？今4時間37秒です。サブ4まであと少しってことは目標タイムは、はい、3時間台に行きたいなという。です、はい。ちなみに倉留さんの今走っていて、まあ、足が痛いとかそういう悩みとかはありますか？そうですね、結構冬場に、うん、あの炎症を起こしたりして、はい、故障が多いので、うんうん、ちょっと問題点がどこなのかなっていうのが、はい、気になってます。その炎症っていうのは一番多い箇所っていうのはどこですか？はい、そうですね、膝とかですね。わかりました、はい、今日は実際倉留さんの走りを見て、はい、フォームなどもアドバイスしていきたいなと思うので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは倉留さんのフォームをチェックしていきましょう。さすがフルマラソンを4時間で走る力があるように、姿勢が良くリズムが取れたバランスの良いフォームです。一方で足の動きにダイナミックさが足りていません。地面をするような足運びになり、着地のたびにブレーキがかかりやすいです。こうした点をエクササイズで改善していきましょう。はい、今実際にランニングのフォームを見させていただいて、動きとしてはまあ綺麗なんですけれども、膝が痛くなったりとかする原因っていうのはこの付け根のあたりからの引き上げがちょっと弱いのかなっていうのがあって、ただ置いてるだけっていう状態になっていたので、腸腰筋をまあほぐしたりだとか鍛えてあげたりっていうのがまあ理想かなと思いました。なので、まあ、引き上げる動きっていうのを今からエクササイズでワークアウトでやっていくのと、あとは上げてその後蹴り出す時の力がないと、それはそれでもう置いたまんまになってしまうので、足が流れた状態になってしまうので、しっかりと太ももの裏も鍛えるっていうワークアウトもやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ワークアウトに入っていきたいと思います。この状態から足を切り替えていくんです。まず形だけど、ぐんとお尻がスッと上がっちゃうので、できる限り低いラインでやってみましょう。で、この引き上げる力、付け根のあたりを、そう、1、2、3、4、5、上がってきた。これなるべく低い高さで、まあ、10回なり15回なり、そして20回っていうのを続けていけるようになればいいので、でなるべく早くトン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 っていうぐらいに、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。今度は引き上げる動きプラス、今度置いた時にちゃんとこう蹴り出してあげる動きっていうのをまあ強化していかないといけないので、太ももの裏のエクササイズ、ワークアウトをやっていきたいと思います。まずこの状態になってもらったらお尻を上げてみましょう。はい、でこの状態からできればこの膝もつけた状態をキープしてもらって、これでもきついと思います。でここから今斜め一直線になってますよね。で片足上げてみてください。じゃあこっち側の方です。はい、このまま状態でキープします。で、だいたいこれを10秒間から20秒間ぐらい、つま先から肩までが綺麗斜め一直線。はい、3、2、1、 OK。 呼吸止めないでくださいね。はい、では続いては階段のトレーニングになります。階段って結局しっかりと引き上げないと進まないので、まあ、自然と上げるというか自然と引き上がるっていう動きを今からやっていきます。まずここは1本目はゆっくりでいいです。まあ、なんかこう普通に引き上げるぐらいで、足をゆっくり引き上げた状態で上半身を動かしていく。しっかりと背筋を伸ばした状態で引き上げる動き。はい、で次は今度はもう少し早くいきます。今すごいゆっくり登ったので、今度はまあ小刻みに引き上げる感じで、ももを上げるような感じでお腹にもしっかり力を入れてもらって、この時もなるべく姿勢は正した状態で引き上げる。ウォーキングからちょっとランに変わってる状態ですね。はい、では次もう3本目は今以上に一番速い動き、なるべく早くタン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 っていう感じで、 OK。 さて修正ワークアウト後のフォームを見ていきましょう。
エクササイズ前に比べてフォームにダイナミックさが出ていますね。太ももの付け根から引き上げができ、地面を力強く蹴り出せています。太ももの裏を使って力強い蹴り出しができるように変わりました。太ももの付け根や裏側を強化することで下半身のダイナミックさを手に入れることができます。普段のランニングだけではなかなか鍛えられない筋力をエクササイズで強化することは大切です。次のレースに向けて筋力強化ドリルにも取り組みましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際今日フォームチェックを受けてみてどうでした？全然分からない、知らなかったことたくさん分かったので頑張ろうと思います。まあ、そこを、ね、気づけたということは今日の良かった点だと思うんですけれども、それをできる限り継続していただいて、走っている時にも意識するプラスアルファでワークアウト、エクササイズの時にここを引き上げる動きだったり、あと太ももの裏の強化っていう部分を積極的にぜひやってみてください。ランニングの部分に関しては4時間を切りたいっていうことなので、はい、例えば目標とする3月の大会から逆算して3週間前に長い距離っていうのを入れた方がいいので、はい、その時には必ず5分半もしくはちょっと切るぐらいでもいいかな、はい、それぐらいのペースで余裕を持って25キロなり、はい、できれば30キロなり挑戦してみてもらえればいいかなと思います。はいはい、あとはもうメリハリあるトレーニングが必要なので、はい、普段からのジョギングの時はもう逆に6分とか6分半とかいう形で余裕を持ったペースで走ってみて、たまにスピードトレーニングじゃないですけれども、はい、入れるとやっぱりスタミナもついてくるので、はい、ぜひぜひやってみてください。はいはい、あとはもう故障しないように、はいはい、頑張ってみてください。はい、頑張ります。ありがとうございました。